いや、ダメだな。いいんだなって言ってましたね。そのまんまちゃんとユンが出てきました。そうですね、ワンピーがデコイさんの合気です。わー、出たー。最近たまにやるんだよね、デコジ。逃げ対策の、わー、ワンプロ竜巻、まダメージもまああれなんですが、とにかく竜巻ゲージが溜まります。さあどうなる、今さなんか見えたけど、うわ、まさあ奪ってなくて、おお、怖い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 、ダイヤ CC、これはでかい、まだ暴れる。さあコアコア鉄弾アスト、どうすんの。あーこれはちょっと辛いとこでしたね。今の一瞬隙間が空いてね、前方かなと思わせたところのスパイの打撃って感じでしょうか。まあ、そうね、それまでは結構優勢に進んでたんですがね、まあ、豪気ってキャラ良くも悪くもね、いつどうなるか分かりません。さあ、デスさん、さあ、リマックスをデコージがどう使うか。これはさすがに鉄弾発動にお仕置きしてきた。お、投げの外、マジうまい、ダイヤシー、おっと、ゲージ温存でここまで来ましたね。あ、めっぱ読みの裏タクダイヤシか、上り台系の熱波前風呂ダイヤシ。ほほほほ、分かんないけど、ゲージにマックス残してるのは相当でかいな。変態パン減ったな。さあ追っかけてきて投げる、ここで発動。さあアシュラで、ここはテスさん入れてたっぽいけどちょっと出なかった、折れちゃって、これはでかい。さあどうする、表裏、ただクイック取んなかった可能性あり、トラップ、これ対抗落として、これは早めの前方でも、これもさすがに大丈夫か、さすがに大丈夫だと思うんですが、言うてこんだけ減った、おっと、俊国だったら負けてました。さあデコイさんが一本通っていく。戦国殺は投げ技です。リープは地上にいないので当たりませんが、ならそっちでいいじゃないと、まさかの混合でございました。さあ2本目ですが、なんか粛々と台形でスタートしましたね。激しいぞこれ、結構でも下がっていく、後ろ投げ、さあ原因止まって、前足行っちゃった、大丈夫か、前足で鉄さんも元気だな、出ない出ない、じゃあ一言、西川が元気よく騒いでいるが、さあ片目が決まって全部から、鉄さん緊張系は入らない、緊張系大剣にしたかったかな、相打ち、変態パイの方が痛い、うわー確認してる、距離置いて調整できんのか、これは空心と表記、あーまい、最後の一発ギリギリ打開で拾った。さあラウンド取ったが、ユンは芸術からか、どうする、すかし投げケアして、キワシ相打ち、うまい、上見えてんな、裏回り、裏スタート、大パンループで補正を切って、打った、こっちは終わる、さあ取り返す1-1。さあトップ6に残るのはどっちだ。さあ西川はキャラ替えなし、ユンのまま、あ、てかユンのまま、そう、西川勝ってるからみたいな、で、こっちは豪気のままですね、はい、そうですね。さあ中央接触、もう激しい激しい、殴り合い、後ろ投げ、あ、前回覇者がチャットにあられた、スカイスカイ前に捨てて逃げた、なるほど、わー、ディオっちゃう。さあデコイ号機リーチ、頭蓋が結構ありますね、あのスタンチが、そうね、今のでピオロとはちょっと思わなかった、これつながる、7ヒット、灼熱で距離を取って、あ、完全にしのぎました、これは西川さんピンチ、うわー、やばいやばいやばい、これは鮮やか、流れるように